ちびこ超意識低い KTV。 ヤッピー、今日はトレイルランの大会に来てます。石川県のガサンドトレイルラン、僕はミドルの25キロコースに走ります。頑張ります。スタートもう5分前。5、4、3、2、1、スタート。第7回ガサンドトレイルラン25キロコース、走破の証、下部25キロ、氏名1087番清水康平殿、記録2時間49分04秒、部門順位1位、男子の部、総合順位1位、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。清水さんには走破の賞、そして輪島塗りの盾、さらに副賞といたしまして、ローマ法王献上御子原米をお送りいたします。おめでとうございます。本日は石川県羽咋市の、トレイルランの大会ガサンドトレイルに、出場してきました。僕は25キロミドルの方に出まして、見事優勝しました。イエイ。2時間49分だったんですけど、ちょっと後半だいぶバテちゃってタイムが伸びなかったんですけど、なんとかなったって感じですけど、やっぱね、20キロとか超えるレースは体調万全じゃないとちょっとあれっすね、厳しいっすね。後半にやったらダメージ来ました。なんか脱水症状で、なんかゴールした後あんまり水分とか入っていかなかったんで、あの食べ物とか。とりあえずでも優勝できたんで良かったです。愛知の友達と一緒にこの大会出たんですけど、友達のゴール待ちしながら豚汁食べてます。もうね、だいぶ体も回復してきたんで、エネルギーをしっかり入れておこうと思います。まあこれにて今シーズンのトレラン大会は終了で、いよいよ、シーズンインですね。もうちょ2週間で11月入るんで、あと1ヶ月ぐらいでシーズンインするので、しっかり、まあ、疲れを取りながら効率のいい効果のあるトレーニングをして、頑張ろうと思います。じゃあちょっと友達待ちします。あれ、頑張れ、頑張るね、遅いよ、早くダッシュダッシュ、頑張、柴田頑張れ、最後階段ダッシュ、柴田いいぞいいぞ、柴田いいぞ、柴田いい笑顔柴田お疲れ、お疲れです。やったね。本当かよ。3時間ちょいぐらい、2時間49分、めっちゃ早いね。いや辛いよ、俺もなんかちょっと今日は、ね、体調あんま良くなかったから辛かった。めちゃくちゃ早いね。ほぼ走ったもんだって。嫁ちゃんです、この人の嫁ちゃんです。舐めとったわマジで。いやでも今日ちょっと暑かったし、天気良かったから腰痛い。なんか俺さ、スタート前に俺内臓強いから飯食えるとか言ってたじゃん。ゴールしたら食えんかった。食えんね。俺も全然食えんもん。全然食えんかった。あの朝のね、海鮮丼がいかんかった。本当に。俺が近江町市場なんか案内しちゃうから。あんな消化の悪いもん食いかんわ。まあそうだね、レース前からやめた方がいいかもね。なんか10キロやったらあれだけど、20キロはやばいよ。ずっとお腹重かったもん。嫁ちゃんは俺らが辛い思いしてる時にどこ行ってたんですか？温泉に行ってました。温泉いいな。温泉行きてー、はい。